柴犬ななのゆるい出来事。今日もですね、ムツゴロウさんに来ていただきました。これで7回目です。よろしくお願いします。こんばんは、ムツゴロウです。これで7回目の登場となりました。よろしくお願いします。今日は暑かったので、お家の中でクーラーを効かせて、ナナちゃんとお遊びですね。ご主人さん何持ってるんですか？あ、これはガンツくんですね。松本山が、これサッカーのマスコットキャラクターガンツくんです。ガンツくん、ナナちゃんとゲットをしてください。どっちが強いですかね。あ、ガンツくん噛まれてますよ。ガンツくん痛いですね。あ、ガンツくんここで反撃です。反撃しても大したことないですね。まだ噛まれてます。あ、ガンツくん逃げました。あ、逃げました。あー、追いかけられてます。まだ噛まれてますよ。かわいそうですね。次は何ですか？あ、これはビープーですね。2つもあります。これがね、柴犬はね、まあ他のワンちゃんも大好きですけどね。あ、次は何ですか？あ、紐ですね。紐を股に入れて、ご主人さん何を？あ、ナナちゃん、ご主人さんの股の中、そこはね、ご主人さんちょっとデリケートな場所ですからね。ナナちゃんを離してくださいよ。噛まれますよ。次は何ですか？これはカミカミ棒ですね。カミカミ棒。次は何ですか？ふわふわボールですね。そんなに興味はなさそうですね。よしよし、よしよし、してあげてください。はい、よしよし、はい、よしよし。あ、お時間となりました。今日も見てくれてありがとうございました。よしよし。